批判を恐れるな。よくあなたが何か例えばビジネスにチャレンジしようとした時に、そんなビジネスやめとけよっていう人が必ず現れます。その時にあなたは聞いてほしいんですよ。その批判した人に、わかりましたと、あなたの言うことはもっともです、あなたは僕をとっても大事に思ってそういうアドバイスをくれるんですよね、やめます、じゃあ一体代わりに何をすればいいんですかと、何をすれば私は成功するんですかと聞いてみてください。まあ答えられないですから。人っていうのは大体ですね、批判好きなんですよ。人がやってることが面白くないんですよ。人を素直に応援することができないんです。でも応援してほしいわけなんですよね。ですからあなたにチャレンジ、その機会が訪れたら遠慮なくチャレンジしてみてください。人の批判を恐れる必要はありません。そういう人が何かを成すことはないんですよ。僕はですね、やっぱ逆でですね、誰かが何かチャレンジしたら、どんなに失敗してもこの関係が壊れるわけじゃないから思い切ってやりなさいと、やってみろよと、必要なら俺は手を貸すぐらいのことを言ってもいいんじゃないかなと思うんですよ。なんですかね、人がなんかチャレンジしようとしたらね、足を引っ張る、失敗することを願うとか、やめときよそんなの、うまくいかねえよ、もっと言ったらですね、俺もねやったんだけどうまくいかなかったんだからお前やめろよって、これなんですかね。なんであのあなたが失敗した例を持って私も失敗するっていうふうに決めるんですかね。これが人の可能性を封じるっていうことなんですよ。ドリームキラーとも言いますけども、こういう人で溢れてるわけなんですよ。そしてこういう人が日本人をですね、でまあ日本人とは言えないですけど、この世の中をチャレンジしない世の中とか、閉鎖的な世の中、保守的な世の中にしていったわけなんですよね。あなたはその被害者でしょうか、加害者でしょうか。とっても重要な問題になってきます。ぜひですね、あなたは批判を恐れずに、そして同時に人の批判をせずに、まあ、人の批判してる暇ないでしょ、何者でもないわけですから。まず自分が頑張って登り詰めましょうと。で、登っていこうとしたら必ずつまずきがありますよ、転落もあります、いいんですよ、失敗も込みでの人生、恥をかいていきましょう、思い切って進みましょう。はい、もし何かで失敗したら、ぜひね、広島観光事業株式会社の私を訪ねてきてください。よろしくお願いします。